長谷川大臣の浅野でございます。あまりの浜田先生が行儀よく最後まで来て時間でということなんで、私も10分間を守らなければならないというプレッシャーを感じながらお話をさせていただきたいと思います。先ほどご紹介をいただきましたけれども、私はですね、昨年の、3月まで9年間ですね、長谷川大臣の副学長を務めておりまして、それでですね、4月からですね、約1年間、その副学長の間はですね、自分の主観的ではありますけれども、自分の仕事に割くですね、時間とか、あるいは労力のですね、8割、9割はですね、大学の運営に、割いていたつもりでございます。そういうのでございましてですね、昨年の4月から現場に戻ってというですね、若干新鮮な感覚、私自身はですね、30年以上大学のですね、教員を務めておりますけれどもですね、新鮮な感覚、そういったことをですね、感じながら、そういう感覚でもってですね、今回の新規のまとめを読ませていただいて、大学の教員だったらどういうふうに感じるかという、そういう立場からですね、10分間お話をさせていただきたいというふうに思います。まず、3つのですね、に分けてお話をさせていただきたいと思います。最初はですね、この新規のまとめそのものを大学の教員として読んだときにどういうふうに感じるか、また一般にですね、大学の教員だったらこういうふうに感じるのじゃないかというですね、想像を交えた形でお話をさせていただくこと、それから2番目はですね、この審議のまとめのですね、大学教育の質的転換ということになりますけれども、そういったことに教員がですね、取り組むようになるためにはですね、どういったことが必要になるだろうかという観点で2番目、それから主体的なですね、学習の確立ということでございますので、やはり学生の皆さんに、教員としてですね、学生の皆さんに、お願いしたいということで望むことということでですね、第3部目の点をですね、お話しさせていただきたいと思います。まず、最初のですね、審議のまとめそのものをですね、読んだときに大学教員がどういうふうに感じるかということ、若干ですね、これ文章、パワーポイントを作ってきてよかったんですけれども、文章になっております。文章の中でですね、ちゃんと審議のまとめを読んだということをですね、示したいためにと言いますか、ちょっと言葉そのままですね、貼り付けたところございますので、若干言葉をですね、翻訳しながらお話をさせていただきたいと思います。この審議のまとめでございますけれどもですね、楽観的な言い方になるかもしれませんけれども、やはり私ども日々、学生に接しているわけでございまして、その立場から見ますと、やはり本当に、ここでは学士課程教育の転換、質的転換と書いてありますけれども、要はですね、大学教育の変えていかなければならないというようなですね、切実な思いというのは、日々接している学生に接している私どもとしてもですね、感じているところでございます。それから言葉、その審議のまとめで言いますとですね、教員が個々の授業を質的に進化させることで、質を伴った学習時間の実質的な増加確保による学生の主体的学びを確立するというふうに書いてございます。学習時間というのは要は授業時間と、それからですね、自分で自習する時間、それの合計でございまして、授業時間というのは定められているわけでございますから、要はですね、学生がですね、自習をする時間、自らですね、学ぶ時間を、これを増やしていくということを示しているわけでございます。それにつきましてもですね、教員の立場から申しますと、やはりそうあってほしいなということがですね、切実に感じるわけであります。またそのためにはですね、まずは教員がですね、努力しなければいけないというふうに感じるということについてもですね、我々はですね、納得しているつもりでございます。そういったことがですね、まず第一点、審議のまとめを読んで感じることはそういうことでございます。それではですね、私を教員として、この現場に戻った時に感じること、それがですね、本当に教員の教育改善へのですね、取り組みに結びついているかという点を考えますとですね、2番目に書かせていただきました。それはですね、研究との関連でございます。
まあ、本当に教員としてですね、感じることは、ですね、やはり教員というのは、教員である場合はですね、当然のことですけれども、教育と研究というのがですね、教員の役割でございますけれども、やはり現場に戻ってみますとですね、やはり何と言いましてもですね、研究重視というのがですね、やはり大半の教員の考え方ではないかというふうに思います。これは確か1970年代の終わりぐらいでしょうか、いわゆるですね、大学紛争が終わった時にですね、盛んに、教育と研究の関係についてですね、いろいろな本が出まして、その頃いろんな興味を持ってですね、読んだことがありますけれども、まあ、その時にですね、非常にこう厳しい言葉で、これはベン・デイビッドという人が書かれたそのまま移してきたんですけれども、まあ、教育は研究の妨げとなりうるし、反対に研究は教育の妨げとなりうる、まあ、なりうるですからならないかもしれないというふうに読めるんですけれども、もっと厳しくですね、両者が一つの枠内に収まるのは特別な条件のもとのみで可能性があるというふうに非常に厳しく言っているわけでございまして、その頃、まあ、70年代、80年代にはですね、そういった問題意識がかなりあったかと思うんです。ですから、やはりですね、現場の教員からしますと、このあたり、研究重視というのはですね、これなかなか動かしがたい。またそれはそれで重要なことでございます。またですね、社会から見ますと、ですね、まあ、特に産学連携、それから産官学連携、これ頻繁にですね、言葉に登場しています、まあ、それだけがですね、研究ではないわけですけれども、やはり大学のですね、研究機関としての役割、これについてもですね、社会の期待はですね、やはり大きいものがあるというふうに申し上げないといけないというふうに思います。ですからそれはですね、重要でございまして、ただ研究教員の研究重視ということから申しますとですね、この教員の、まあ、学士課程、これも要するに大学教育のですね、良くするためにですね、教員のいろんなですね、意識を結集していくためにはですね、やはり実際に、それはですね、まあ、大学、個々の大学であろうと、あるいはですね、国のですね、政策としても、やはりこう研究というものに対してですね、研究、教育と研究のこの矛盾といいますか、まあ、そういったものにですね、しっかりと目を向けたですね、さまざまなですね、施策を立てていただきたいと思います。まあ、このですね、ですからそこに書きましたけれども、まあ、大学教育のですね、質的変化を図るためには大学における研究の、まあ、進行といいますとですね、この教育のですね、改革というもの、これをですね、まあ、合わせた、まあ、一体にしたといいますか、まあ、そういったですね、政策を立てていただきたいというふうに思うことが第2点でございます。それからそこに言葉がございますけれども、まあ、言葉で、このまとめの言葉の中にですね、審議のまとめの中にですね、主体的学びの確立とあるわけですから、やはり学生のですね、意識をどういうふうにですね、に変わっていただきたいかという観点から申しますとですね、その学生に対するですね、教員の側から見てのですね、お願いといいますか、まあ、望むことということをですね、お話をさせていただきたいというふうに思います。まあ、1990年代でありますけれども、確か北村先生、当時東広島大学にいらっしゃって北村先生 の大学淘汰の時代という本が出て、それがきっかけかと思いますけれども、ですね、学生消費者主義という言葉がその頃広く言われたと思いまして、私も、まあ、新鮮な言葉として受け取った記憶がございます。まあ、要はですね、学生の消費者意識を高め、そのことによって大学の教育をですね、改善しようとする、まあ、こういう考え方だというふうに思います。まあ、消費者意識とはですね、要は学生はですね、学校が提供する教育というサービスを受ける、そしてその対価としてですね、まあ、授業料であったり学費であったりを支払うんだと。ですから、その消費者である対価、お金を払ったものとしてですね、教育の改善を求めるという、そういうことを通じてですね、大学の教育が良くなっていくんだと、そういう考え方だというふうに思います。ただやはりこれ、やはりですね、これにつきましてはですね、私、どういうふうに考えるかと申しますとですね、消費者というのはですね、例えば、まあ、食べ物であったりとかですね、何にしても物を買います。その時にですね、あ、俺はお金を出して払う、買い、買ったんじゃないか、それをですね、見ていこうが焼いていこうが、またそれから極端な言い方をしますと、
ガボッと食べてまずかったからそれをゴミ箱に投げ捨てようがですね、それは私の勝手じゃないかという、そういうような消費者意識じゃないかというふうに、思ってしまうわけでございます。まあ、その立場から申しますとですね、やはり、まあ、そういうふうに考えますと、やはりこの結局そういう消費者主義の、まあ、その方がですね、私、まあ、教員の立場から言うと比較的学生でですね、こう消費者意識といいますか、これ高い学生おりますけれども、まあ、大体あの感覚的に言いますとどうも勉強しないようなですね、気がいたしまして、そんな気になっているわけでございます。まあ、やはりこういったですね、消費者主義というのではですね、やはりあのこれはなかなか動機づけとしては難しいのではないかというふうに私は思っているわけでございます。まあ、教員はですね、最後に書かせていただいておりますけれども、学生を社会人として一人前に育てることはですね、教育界における、勤めるものとしてのですね、我々の責任だと、それから学生の方はですね、学ぶということはですね、この義務だというふうにですね、考えて、そういうふうに考えているということこそですね、やはりあの学習する動機、ちょっと詳しくは申しませんけれども、そういったものになりうるのではないかというふうに、思うわけでございます。大変簡単でございますけれども、私なりのですね、感想を述べさせていただきました。